はい、こんにちは、山村と申します。さあ、今回はね、郵便いろいろ解説動画のね、第2種郵便物の、このね、解説のやつがピタッと貼ってあります。この下に書いてあるね、往復はがきの説明ね、やっていこうと思います。往復はがきだけはあまり需要がないかもしれませんけど、逆にね、往復はがき使わないといけないとかっていうのは結構急な場面で現れたりしますんでね、使い方とかもね、ちょっと今回は説明してね、ちょっと往復はがきの徹底解説をね、やっておこうと思います。まず往復はがきって何なのかって言ったら、126円で売っておるんですけど、こういう風になってます。額面63円ってなってますけど、この63円ってなっておるのが、裏返すとなんか青くなったって、ここにも63円って書いてあるんですよね。これなんなんやって言ったら、まさに往復するはがきです。これはちょっと追ってないんですけどね。まず、普通のハガキの、だからおサイズが普通のハガキのちょうど倍ですね、っていうことですね。こんな感じで、ちょうど倍ですよっていう風になっておって、これが一連になってますと、いうことです。ただ、これ多分使う場面って言ったら、例えば招待状とかを出すときとかでね、返信はがきに出席、ご欠席ね、ご記入いただいて何日まで返信してくださいとかっていうのをね、例えば何かのね、会社のパーティーの招待状を出しますよとかってなってね、新人さんがね、お前じゃあちょっと招待状をね、名簿これやから、ね、リストにしとくから、招待状作って出しといてくれ、何日までに出しといてくれ、と言われた時にね、往復はがきってどうやって書くのとかってね、なる人が、たどり着く可能性がありますんで、ここでは徹底的に書き方についてちょっと実用面ね、今まであまりやってませんでしたけど、今回は実用面でやっていきたいなと思っております。で、ちょっと細かいところまでですね、この動画は往復はがきだけやりたいと思います。まず大事なのが、裏表があります。はい、裏表があります。で、基本的にまず往診というところに、私ね、私がじゃあその、はがきを出す側でね、返事が欲しい人だと思ってください。ね、招待状を出す側。で、招待状をもらって、それを幹事さん。幹事さんだと思ってください。結婚式なんかでも昔はこういうの使ったんですけどね。幹事さんだと思ってください。で、こういうのがあります。まず、往診のところ。ここのところに、お客様の名前ね。ですから、その送りたい人ね、招待状を送りたい人の名前、住所をわーっと書きます。まあもちろんこれ、シールでね、ネームラベルみたいなね、ピラピラピラって貼ってきてもいいですよ。うん。で、問題ないです。で、ここがそういう風になっておって、この裏側のところ、この青い方ね、青い方が往診。往診ってなってる方に、それを書きますよと。で、その裏側のところに、背景、並走は、御社の製品をご愛顧いただき、御社をね、ご愛顧いただき、誠にありがとうございますとか、わーわーとか言ってね。で、さて、この度、弊社では、60周年、記念の、記念パーティーを開催させていただくことになりました。で、日頃お世話になっておりますとかって書いて、ぜひ、出席、賜りたく、ご招待させていただきますとかって、どんなと書いてね、よろしくお願いいたします。で、期日ね、何日までにご返信くださいとかって書いてね、かしこめ、かしこめとかってね、敬具っていうのが本題とかなんですよ。今度は敬具です。ここ背景の場合は敬具です。まあ、これあたりとかはまた詳しくやりますけどね、とかって書いて。で、ここから大事なのがね、往診の場合は基本的にですので、〇〇様とかっていうところありますね。まあ、様とか御中とかっていうような書き方になりますね。で、大事なのが、次、返信側に、もうあらかじめ私の住所を書いておきます。これはまあ、いわゆるそういった場合のマナー。まあ、そうじゃ、基本的にはですね、送ったところに返してねっていうことなんで、ただ、送ったところがね、自分の自宅から送っても別に返信先ね、会社の事務所にしておいてもいいわけですし、支所箱とかね、があるんでしたら支所箱にするっていう手もありますよ。まあ、それはあるんですけど、基本的にはもう返信を書いておいて送るっていうのが、まあ、こういった場合のはマナーになってまいります。で、返信のところには自分の住所、まあ、これはですね、テンプレですよね。自分の会社の住所なり、まあ、自宅でも取ってでもね、その、状況に合わせたやつにね、書いて、ここにね、書いて、正式確な住所でね、ちゃんと書いてね。で、ここに、まあ、自分の名前なり、担当の人のね、例えば上司に、が、ね、あくまでもね、例えば、先生のパーティーとかでね、うん。の場合でしたらね、本来は秘書がね、受け取るんですけど、まあね、それで秘書の名前で送るっていうのもね、おかしな話になりますから、そういう場合は先生の名前書いたりするわけですけどね、まあもしかしたら、様があったとか、きつけとかって書いたりする場合もありますけど、基本的には、
その先生の名前を書いておくというわけですね。で、この場合に大事なのは、ここの下につけるのは、サマってつけちゃダメですよと。サマ、オンチューとかはダメですよ。で、ここにつける場合には基本的に、あてっていうふうになります。誰々、あてとか、あては大丈夫です。よく、雪って書く人が多いですけど、雪も大丈夫なんですけど、あてって書けます。で、ちなみに、あて、雪って怒られた人は、それを、二重線で消して、サマとか、オンチューに変える。サマが個人の場合はサマ。で、例えば、企業の名前になっとる場合ね、は、ここがオンチューになってくるというわけですね。例えば、スターステール株式会社。に送るってなる場合は、恩中。スターステール株式会社代表取締役社長、山田亮太っていう人に送る場合でしたら、これが、サマになるというわけですね。で、ただし、自分でサマって書いちゃダメなんで、ここは、雪とか、あて。で、本来は、個人に、個人の場合は雪かな。で、組織名の場合は当てになるんやったかなとかっていうのがあるはずですけど、基本、まあ、雪があって書いておけば大丈夫です。で、こっち側の裏側に、要は、ご出席、欠席とかって書いて、ね、ご手つけたらダメですよ、ここの段階では。出席、私は、出席、欠席しますっていうふうな書いてね、ここに名前ご記入くださいとかってしておいて、送ってもらうと。まあ、そうしたら、まあ、これ送るときには、またそれをごね、ごをつけるとかってしてね、で、いうふうにして、で、出席の場合は欠席の方を二重線で消して、出席のところにご出席とかでね、書かせてもらうとかね、そういうような、やり方っていうのが、まあちょっと日本はややこしいんですけどね、こういうのが、本当アメリカとかの、おはがき送るときなんてこんな全然何のルームないですからね、楽なんですけどね、うちもね、本当にそういう、いうのはありますけど、まあ日本の場合こういうようなマナーがあります。これを覚えときましょうと、ビジネスマナーの一つになってますんでね、まあぜひね、まだ、はがきの書き方とか、そういうのに関してはやります。往復はがきに関しては、とりあえずこんな感じです。もっと詳しくね、書き方とかね、他にも恩字詞とかね、いろんなね、継承とかありますんでね、それについてね、知りたい方は、ぜひそっちの方のね、動画もぜひね、ちゃんと飛んでね、見ていただきたいなと思います。とりあえずね、往復はがきに関しては、これで締めさせていただきたいと思います。締めた中、最後にね、大事なのが、これ、折ってください。もう、ちょっと、今回は折りますね。本当はね、プリンターとかで書けるのに、ね、あんまり折りたくないんですけど、私も、まあ、往復はがき使うことがありますんでね、ちょっと、この後ね、うちも実は、スターステールがね、今年20年目で、12月でね、20周年迎えるんですよ、うちのね、サークルが。っていうのもあってね、まあ、それに向けて、ちょっとまた往復はがきでいろいろとね、集めたりすることもあるんですけどね。っていう感じで、こういう感じで出すときにはね、往診っていうふうになっているところを、前にして、相手の住所が分かるようにしてね。で、この状態で、まあ、この裏側、これ、ここに自分の、日時とかバーっと書いておいて、で、こっちに出席、欠席とかって、こっちに出席、欠席とかって書いてね、で、ここに自分の名前を書くよと。で、こういうふうにして、自分の名前の方が隠れるようにして、青い方を上にして、こう折って、ポストに出ます。で、受け取った人は、これ、結構間違えてる人多いんで、気をつけてください。必ず、返信時は、この線に沿って、切りって書いてあるんですよ。いやー、読めるかな。ここにも書いてあります。往診時は、この面が外側になるように沿って、折って差し出してくださいって書いてありますけど、返信時は沿って、切り、返信用部分を差し出してくださいというふうになってます。実はこれ、切らないといけません。ルールで。たまに切らずに折り返して白ヤギさんからお手紙ついた食べずに出すにちゃんと書いて出したんだけど切ってなくてっていうことはよくあります。これ切ってないと実は規定違反になったりとかっていうふうになったりして、場合によっては届かない場合がございますんで、必ず切って返信の方を切ってね、書いてね送ってくださいねって、これは気をつけてくださいっていうことです。まあ、このあたりが往復はがきの注意点ということな感じでね、いいかなと思います。これぐらいで大丈夫かなと思いますんで、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。